気ままな実況部屋モンスターストライクへようこそ。どうも隊長でございます。さて皆様、多分これ動画出てるのクリスマスイブの日だと思うんですけれども、どうですか、楽しんでますか。まだ今日は1日前の前日なんですけれども、撮ってる時間はね、モンストにもクリスマスが来ているということで、こちらはいモンストクリスマス2018、通称闇ガチャでございますね、来ておりますので、ちょっと引いていこうかなと思います。で年明けにね、絶対超獣神祭でバカみたいに強いキャラが出てくるのは分かってるんですよ。もう分かりきってることなんですけど、今305個貯めてるんです。でここからあと2時間後にまず、豪絶ボーナスで5個もらえるんですよ。でかつそこれまだ2日前なんだけど、まだこれクリアしてないんで40個も確定してるんです。で45個確定してて、結果的に350個になるんですよね。そっからまた、12月28日からだったかな、また覇者島が来たり近畿が来たりするんで、まあ、そっから70くらい結局また確定してて、かつ新しいクエストとかね、あのタコタクブラザーズだっけとかなんかいろいろもろもろ来るし、元旦にはオーブ10個確か配布されるはずなんで、そこら辺もろもろ計算すると500個くらいまでは貯められる。ここで引かなかったらね、引かなかったら500個くらいまでは貯まる計算にはなるんです。だったらちょっとくらい引いちゃってもいいだろうということでちょっと引きたいと思います。うん、まあ、結局まあね、ラミエル以外は持ってるんでいいんですけど、ジュリエットがまず不動明王会で近畿じゃねえや玉露でね、2体目欲しいんで、1体しか持ってないんですよ、ジュリエット。だから2体目欲しいっていうのと、もちろん構える欲しいのもあるし、何より一番の狙いはラミエル。まあ、ベトベンまだ、まあ出てくれたらありがたいかなっていうぐらいで、3% っていう闇の数字なんですけれども、20連だけ引こうかなと思ってます。まあ、去年、一昨年と、その前もあったかな、ちょっと覚えてないんだけど、クリスマス来てますけど、クリスマスガチャ。いずれもね、当たり引いたことないんですよ、クリスマスで。クリスマスね、サンタさんからね、いいプレゼントもらったことないんで、あんまり期待はしてないんですけれども、20連だけ引こうかなと思ってます。ということで、行きましょうか、取れてるね、これ。取れてるかどうかが怖いんだよ。よし。まあ、言ってもね、星玉貯められるのもあるんでね。うん。あ、そっか、大晦日でも10連結局引くのか、どうせ星6確定、2体か3体確定ガチャとか来るんだろうし。あーそっか、そうなる、まあ20連でもいいか。うん、10連じゃつまんねえもんな、動画的に。まあいや、せーのはい、あずれたずれた草天引き初めて使ったんだけど、さてとない、よっ、ないか、2回転もない。正直もうね、何出てもいいって、何かしらは出てほしいんだけど、博打だけはやめてほしいなっていう所存。あなるほどですね。行こう、せーの、てんと、よし、ぴったりじゃない？ぴったりだからどうっていう問題でもないんだけど。なんか来い、マジで、マジで MJK、 マジで、はあなるほど爆死っすか。はい、期待してない、もういい絶対もういいや、もういい、うん、こっからまたね、100個ぐらい貯めてうんぬんするから、うん、大丈夫。はい、ということで、
なりませんでした。やっぱクリスマス相性悪いんだよな俺、本当に。まあね、これをねバネにしまして、新春超獣神祭絶対新キャラ引くんで待っててみんな、ということでみんなにねクリスマスプレゼントが届くことを祈ってます。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まあ何か出たとかね、なんかあればコメントいただければありがたいです、嬉しいです。ということでありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。今回失礼いたします。それではバイバイ。